スーチーパイアドベンチャードキドキナイトメア、お買い上げありがとうございます。プレゼンテッドバイジャレコ。見つけた。はじめ。えい、ハイパーステッカー。やったー。もう一回寝よう。まだまだね。ごめんごめん、自己紹介がまだだったわね。私、三崎京子、このゲーセンの優秀なアルバイト店員よ。よろしくね。ぶしつけな質問で悪いんだけどさ、あなた今彼女いないんでしょう？無理しない無理しない。夏休みだってのにお昼前からずっと一人寂しくゲーセン通いなんて、明るい青春を送ってる若者のすることじゃないわよね。別に謝ることないって。
これから女の子ナンパしに行かない？私今暇で暇でしょうがなくてさ、今あなたの他にお客さんいないじゃない？ってことはあなたと一緒に出かけちゃえばお客さんは一人もいないわけだから、店員も必要ないってことよね。名案でしょ。遠慮しない遠慮しない。そうだ、ついでにガールフレンド紹介してあげるから、行こう行こう、ほらほらレッツゴー。平気です、ごめんなさい、私がちゃんと前を見てなかったから。あら、小鳥ちゃんじゃない、いらっしゃい。あ、京子さん。あれ、どうしたの？彼と何かあったの？なんでもない。じゃあ、あ、行っちゃったわ。ああ、二宮小鳥ちゃんって言って、うちのお店の常連よ。クレーンゲーム専門なんだけど、気に入った景品があると手に入れるまで絶対やめないの。そういう意味ではいいお得意様ってわけ。さ、町を案内してあげるわ。どこに行きたい？さあ、どこへ行きましょうか。このビルに小さな芸能プロダクションの事務所があるんだけど、そこで篠原アリスちゃんって子がアイドルの卵やってるわ。どう？会ってみる？ここはウサギハウスって言って、まともな人の出入りするお店じゃないわ。ここはゲームステージ You and Me 神洋画店、私のバイトしてるゲーセンよ。